こんばんは。こちらは、道内放送局の日韓のニュースでございます。登録市では、民話市都委員会、治安・都外市都委員会、登録市都委員会と国立大学・都委員会の間に、記録上演式が行われました。 上院の内容に基づき、各部隊は以下の含む5つの主要な課題を記録し実施します。近郊の交通インフラを開発し、人民の健康管理、文化教育、環境を守り、安全、実像を確保します。上院式でホチミ免地、都委員会の民放年初期は一定の規模で、共通の問題を解決するために、5つの部隊による記録プログラムの調印は開発の新たな段階の因果と発表しました。 ロシアは人民と企業により有利な証券を作り出すために、核軍隊は一般的なメカニズムと原則に従って実装するよう要求しました。東ン統計局は、2024年の年初の2ヶ月間、商品の実質に活動はより明るい兆しを示したと発表しました。 依然として世界経済増生の影響を受けているもののローソの企業は徐々に困ナの克服し伝統市場を統合し積極的に新市場を拡大しています具体的には2024年の年初の2ヶ月の輸出売り高は前年度期に比べて19.6%増の36億3000万ドル以上に達しました さらに前年度期と比較するとほとんどの輸出産業が増加し例えば木製品は30%近く繊維製品は7.5%以上履物は14.5%以上コンピューターは10%以上増加しました主要市場における商品の輸出は回復しておりそのうち 収容市場における消費の輸出は回復しており、そのうち米国は引き続き推定輸出額10億ドル以上で最大の輸出市場であり、次いで日本が約3億8800万ドルとなっています政府はこのほど、特別消費税の整備案に関する決議を発表しました。 したがって、政府は財務省の提案書および、天部の関連書類における特別消費税法に関する整備案を終了し、説明し、修正する内容に基本的に類するものです。 政府は、首相の2030年までの税制改革戦略およびベトナムの世界貿易・機関・加盟時の約束の順守を確保するために、アルコールとビール製品の複合税計算方法に関する新法の開発提案の政策第5号に追加しないことに同意しました。 政府は2024年5月の第7回国会総務委員会に2024年の法律・政令整備プログラムに同法プロジェクトを追加する提案を提出しました。その後、政府は2024年10月の第8回国会で意見を求めて法案を国会に提出し、同法プロジェクトを可決するとしています。 訓練展開計画によりますと、2024年には東日本の軍隊は東南省軍司令部の訓練に従って戦闘訓練活動を開催し続けています。訓練プログラムは、警戒を強化し、敵対、勢力の陰謀、削除役、妨害活動を積極的に阻止し、物流と技術的な産業、戦闘式とチーム式などを訓練します。 貿易地域におけるコミュレベルの訓練を適切に組織し、戦闘任務の余計を満たすために、スタッフの武器や装備の習得に向けて訓練し、正式な規律の構築を促進し、規律訓練を管理します。ファミンジン首相は、このほど包括的で、迅速かつ持続可能な観光開発に関する指令に署名しました。 特に首相は大規模で高額施設の観光市場を周知するためにサービス政策を緩和するという抜本的な指示を出しました。この施策は当初は好感がありました。 2月にベトナムを訪れた外国人観光客の数は1 5 0万人を超え、2024年初頭の2ヶ月年間で、ベトナムを訪れた外国人観光客数は延べ300万人に達し、前年、時と比べ70%近く増加しました。 注目すべきことに、ヨーロッパの市場、特に一方的なビザ免除政策を享受している市場が活発に成長しています。スペイン人観光客、エンディゲ・バルボア・シエラさんは2週間しか旅行しなかったので、ベトナムに入国するのにビザは必要ありませんでした。 通常、ビザの申請手続きは非常に長くて複雑なので、ビザが不要な国に行くのはとても便利だと感じていると語りました。カーウィク・リンさんは、他国の国民に対するビザ免除とビザ免除期間の1 5日間への延長により、ベトナムへの訪問者が増加しました。 特に私のペン市場ではホモンサスが急増していると語りました。ビザメン除により観光客は旅行の意思決定がより迅速かつ便利になりました。この2人のイタリア人旅行者は時間のかかる手続きを準備する代わりにガンボリア旅行の直後にすぐにベトナムへ旅行しました。 イタリア人観光客ララリンカさんはベトナムが45日間ビザを免除してくれるのは私たちにとってとても便利です。ベトナムはフレンドリーで好感を持てる人々と素晴らしく多様な料理があるため東南アジアで最高の国だと語りました。現在ベトナムはすべての国の国民に90日間出入国回数無制限の電子ビザを発行しています。 一方的、ビザ免除を受けている国の国民の一時滞在期間は従来の15日から45日に拡大しました。この政策が発行されて以来、2023年8月から現在にかけて、ベトナムを訪れる外国からの訪問者数は月間100万人を超えています。